そう、この、うん、ババダニっていうところにね行きたいと思います。もうすぐ写真撮んねんから。いやいや、それ無理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 。お尋ねしたいんですけども、サルトビ教というのは。サルトビ教はね、こういう状態なんですよ。あら、落石で。あら、落石で。ここまではいけないんで。月のワゴマがいるかもしれへんの。おお、月のワゴマやって。どうしよう、襲われたら。死んだふりしたらいいね。でも死んだふりしたらいいっていうけど、あれ違うらしい。あ、そう？静かに平然としとかなきゃ。こう、よって言って挨拶したらいいんかな。逃げたりとかしたら絶対あかんから。あ、逃げたらあかん。そう、追っかけてくる。よし、俺は喧嘩挑むわ。チャレンジ、チャレンジ。パンダ VS 月のワゴマ、どっちが勝つでしょうか。うん、まあもしかしたら引き分け。自信はあるやん、あるやんね。何事もチャレンジやろ。自信あるんで。はい、おはようございます。ただいま富山県の黒部峡谷鉄道トロッコ列車、トロッコ列車に乗って欅平まで来ております。はい、何これ、すごいな。怖っ。ああ、ちょっと怖いトンネルやね。あ、でも左の方にカーブしてるから見えてないだけやすごくないこれ。ほら、出っ張ってるよ、あれ、道から。まだですか。まだ、半分も来てないんじゃない。息子からね、靴を使い続けて1年ね、使っていた靴をね、新しく父の日に更新してくれる予定だったんですけど、まだ来ない。未だ届かず。遠いところから来てる。ほんまに徹夜でね、運転しまして、なのでちょっとだけね、眠たいです。うちの嫁はね、グーグー寝てました。ぐっすり寝てました。やっほー。ほら、このね、なんかこう微妙なこの坂がね、ずっと続くんですよね、さっきからね。あら、終わってる。行って帰ってこいと。でもここで一人で取り残されるのも怖いよね。まだまだ行き着く先がわからない。うん、まだ先のゴールが見えへんね。だからしんどい。人も誰もいません。いないね。鳥のさえずりは聞こえるけど、しんどいからのどかには聞こえない。川のせせらぎ。ポンコツや、ポンコツ。ポンコツやから。まっすぐ一直線。うわー、すごい長いトンネル。なんか先にポツーンと光の点が見える。誰か来てはるんか、あれ。ほら、いや、もしかしたらクマかもかなんで。ほんまに。ちょっと見てきて、走って。クマみたい。行きましょう。行きますよ。すごいね。ね。こんなん初めて。涼しい。あ、涼しい。あれ、誰かいるよね。本当にポツンと。わわ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 わ。人生いやくありゃふろあり。見とこう思ってま。そう。あ、見えて見えた、ほら、ほら、もうゴールだ、ババダニ。あ、頑張った。頑張りました。頑張りました。もうちょっと格好考えたらいいんちゃう。それ何、果物何。梨かな。梨、洋梨、小林らしい。梨らしくないやろ。なんか関西のおばさん。だって関西のおばさんやもん。逆切れされた。関西のおじさんとか。いやいや、俺はヤンガーや、ヤンガー。何それヤンガーって。ヤンガーですよ、ヤンガー。ヤンガーなんて言葉聞いたことないけど。若い人。ヤンガーって言うの。ヤンガー。絶対違うわ、ヤンガー。ヤンガー。今できたの、今。これ絶対クマの糞や。これ絶対クマの糞。クマ？うん。
台風やあの石や。そればっかり。これ80万年前の世界一美しい。絶対そうでしょ。これ写真撮った。あれやってすごい見つけた。お気に入りだ。ぜひ行ってください。行ってらっしゃい。いや、入るよ。もらった。すごい露天風呂やね、これ。ね、誰も入れないんで、ね。覗けますよ。はい、行ってきます、これ。はい。よっしゃ。お風呂ね、こんな感じです。露天風呂ね、すごいでしょ。もろです。すごくね、いいお湯でした。さ、最高。ゆでパンダになりました。ちょっと裸見えとったね。そう、色っぽかった。いやらしかった。いやらしかった。うわ、あんなお風呂初めて違う。でまたね、景色がいい。そこからのこう眺めるね、この山。ね、女子だけは囲まれてるけど、男子は全然。そう。でね、おすすめは雨降った後に行くのがいいって。雨降ってる時とか。というのは、あそこのね、滝がすごいできんねんて。あのニュージーランドのさ。あそこね、何やる？ミューフィー。何やって忘れちゃった。うん。あとね、休憩されてる方がね、キャンピングカーのね、動画いろいろ見られてみたいで、車中泊とかも。残念ながら、はい、私は、はい、名前が上がってこなかった。まだまだです。まだまだ、努力が足りませんでした。申し訳ございません。頑張ります。頑張れ、頑張れ。はい。めっちゃ涼しい、これ。最高。これアジサイ？ここアジサイとか。綺麗な。よくわからへん。何でしょうこの花？アジサイ。ね、綺麗ね、うん。すごい変わった形。涼しいからまたアジサイかな。もうねなくなって。あれがアジサイほんまに？うん、アジサイいっぱいいっぱいこう花びらがいっぱいのもあれば、うん、あえて額アジサイっていうの周りだけのアジと。あるやろ。私もお花あんま詳しく。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？行ってきました。行ってきたね。あらららららら、ら。何だったっけ？ババダニ。ババダニ。うん、ババダニ。そう、いた。え、どうした？もう飲まない、飲まない。なんか気にはしてないから、全然。え、なんか当たる、なんか当たるものがあるの？うん、飲むない。飲むない。飲むないよ。そう。ババダニに行ってまいりました。ババダニ。そう、電車乗るのに1時間、うん、ババダに行くのに片道1時間、うん、で元乗る1時間、電車1時間、計4時間。お風呂入って、お風呂、温泉、温泉よかった。ってよかったですよ、本当に。紅葉の季節なんかもいいよね。行ってみたい。間違いなくね。でもね、葉っぱって、うん、紅葉もいいけど緑もいいよ。赤もいいけど最近つくづく緑がいいから。あ、そう、めっちゃ、あ、帰ってきた。やれ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 、ちょっとお腹空いてる。あのまだね、お昼食べてないんで今からね、ちょっとお昼の方探していきたいと思います。はい、ではでは行きましょうか。はい、はい、レッツゴー。レッツゴー。海の駅蜃気楼の方にね、到着しまして、ツイッターの方でね、なんか蜃気楼、富山で言えば蜃気楼っていう話だったんで、ちょっと近くだったんでね、来ました。今日は蜃気楼にはちょっと縁がなさげな天気が、天気と、あと時間帯みたいですね。え、あれはお昼の11時。うん、なんか昼から、まあ、夕方までの、今まだ夕方なんですけど、ちょっとね、
なんかそういうのがあるんですかね。まで詳しくはないんですけども、巨像が見えるとか言ってるもんね、うん、だからこれを見れたということは相当ラッキーやっていうことや、ね、年間に10日から20日やった宝くじやったらもう何万分の1でしょ、何百万分の1とか出てきてるんかね。灯台が出てきてるからね、ええ、どこの灯台でしょうね、なんか映画っぽいね、なんかこうファンタジーな。実はあなたも蜃気楼ちゃん巨像やろそれ巨像、まあ巨像の割にお金かかるから巨像じゃないやな巨像はまあ特にその見た目の問題やけど、キャンピングカー買ったらそれ燃料代とかさ、その駐車場代とかいろいろかかるのと同様にあなたもかかってるよ。でもキャンピングカーはさ、こう宿泊できるとかいろいろ旅を提供してくれるやん、うん、ね、あなたの場合は笑顔を振りまいてあげてもうただのバカや。なんで、すいません、もうただのバカでした。中って大丈夫、誰がそんなしてくれる、笑顔だけでそんだけ自信かかんの。最近ニコッともしてくれへん人多い。いやでもマクドナルド言ったらさ、スマイルゼロ円、ゼロ円で、ゼロ円で。残念ながら蜃気楼には縁がありませんでしたということで、はい、まあ、一応ねツイッターにねそういう形でご紹介いただいたので、ね、まあ、せっかくなんでちょっとね、はい、まあ、話のネタに、はい、来させてもらいました。じゃあ次行きましょう、はいはい、今回の旅行って突然出かけて黒部峡谷来ました、はい、その先何も決まってない、決まってない、ほんまに決まってない。エビ、白エビ亭やったっけ、調べたの。白エビ亭ですかね、なんかね、あったよね。雨降ってきた、ほんまや、雨降ってきましたね。え、雨降ってきちゃった。そっか、今日雨降るって言ってたよね。なんか雨降る降るって天気予報よく言うけどさ、うん、雨降らないことも多いよね。だって晴れ女だもん私、ほんとなんかついてるよね。結構多くない、いやいや、キャンピングカー乗ってから。実はさ、俺が晴れ男やったと思うよ。あなたが雨女。私お友達と行く時も結構、いや、それは相手が晴れ女で、いやいや、相手は雨女って言ってる人が多い。あ、だから分かった、雨女と雨女かけたらマイナスとマイナスがプラスになってうん、プラスになる。だから晴れなんだ。そう、うん、そうやね。車動いてる時だけ降ってたりとか。そう、運転中に雨降ることは多くて、土砂降りとかね。そう、現地に着いたら止む。そうっていうことは多い。多い多い、特にキャンピングカー買ってから。おう、それは言えてるねえ、うん、思ってた、思ってた。雨の移動が多いよね。うん、車の運転中はね、うん、雨の移動が多い。そう、うん、持つのは大事。うん、どうしてる、みんな来たよ。どうですか大分美味しそう、初めて。死ぬ前に食べたいものは、あ、エビ。じゃあいただきましょうか。じゃあいただきます。甘エビとまたちゃうよね。甘エビの小型版って感じ。尻尾まで食べちゃう。ごちそうさまでした。美味しかった。ごちそうさまでした。